ね、兄。何？聞いてなかった。ベルトルト、兄、ここで死ぬんだ。やるじゃん、長距離走で。あんたに負けたの初めて。もういい、帰ろう。アギトを探して帰る。どこかで人の姿に戻ってるはずだ。帰れない。このまま任務を続行するんだ。自分の身を守るためなら私たちを脅すってわけ。 あんたがマガトに弁明しな。でもエルディアも全員嘘つきで、自分のことしか考えてないくせに。私もそうだ、生きて帰んなきゃいけないんだよ。悪いと思ってんなら死ねよ。罪をかぶって死ね。アイナは死んだ。マルセルが必要なら俺が、これが俺たちが故郷に。ここはウォールローゼの中だ。兄、ベルトルト、ごめんな。マルセル、俺、本当の戦士になるから。この5年の成果を持ち帰ればマーレは失望するだろう。じゃあ何、どうしろっての。ウォールローゼを破壊する。始祖の巨人をあぶり出す手段はもう他にない。あんたらの友達は大勢死ぬね。何度も言ってるだろう、奴らは友達じゃない、悪魔だ。むしろ孤立するお前の態度の方があからさまで。吐きそう。これ以上顔を近づけないでくれる。疲れたろう。いつもお前ばかりに負担をかけてすまないと思ってる。そんなの分かるわけないだろう。マルセルを置いて逃げた私たちに何か言えるわけないのにね。それでどんな男なの？あんたの野望よ。どうせ男に会うんでしょ。まさかさっきのライナーなんとかじゃないわよね。ね、どんな男？15メートル級の巨人。うん、気のせいみたい。この辺りに住人がいるって情報はない。窃盗団かもな。兵器や物資を盗んで闇に流す連中がいるらしい。立体起動装置は高値で取引される。それよりおい、見ろ。ああ、兄か。よし、エレン。あの不真面目な奴にも説教だ。兵士とはどうあるべきか、教えてやろうじゃないか。教官の頭突きは嫌か？それ以上身長を縮めたくなかったら、ここに来た時を思い出して真面目にやるんだな。もう行っていいかい？まだだ。担当を取り上げるまでが訓練だ。はい。次はあんたが私を襲う番だね。いや、俺は。いや。ああ、兵士には引けない状況がある。今がそうだ。お前は戦士にとことん無関用だな。ライナ、どうする？まだだ。やるなら集まってからだ。問題ないね。誰がやっても失敗すれば全員死ぬ。リスクは同じだ。不利な戦闘は避けるんだ。おいおい、危なかったな、兄。怪我をしなくてよかったぜ、本当に。あの巨人にこびりついてる奴らを俺たちで排除して、とりあえずは延命させよ。俺たちの会話を聞かれた。もう生かしてはおけない。ふざけるな。なぜあそこでそんな危険を犯した？この悪の民族に情が移っちまったからか？違うってんなら今ここで証明してみせろよ。お前とお前の帰りを待つ親父が汚れた民族と違うって言うんなら今すぐ証明しろ。それでこそ戦士だ、兄。よくやった。
マルコが食われてる。ごめんなさい。ごめんなさい。謝っても仕方ないぞ。早く弔ってやるんだ。ライナーのやつやりやがった。故郷に帰ったら兄に自分の思いを伝えろ。何を。見すぎだ。俺じゃなくたってわかるぐらいな。いいじゃねえか、先の短い殺人鬼同士だろ。こんなの俺たち以外に誰が理解し合えるって言うんだ。仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って。彼女の悲鳴を聞けばすぐに。体の傷は治せても痛みを消すことができないことは分かった。兄ちゃん助けるのは後な。兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。要領のいい兄ちゃんのことだ。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。しかし正体がバレていることは確かなんです。その調子で愛しの兄の元まで踏ん張ろうぜ。だからそんなんじゃ。兄だって絶体絶命の窮地に駆けつける野郎が現れれば王子様だと誤認するはずだ。起きな。兄。Yeah.